さあ今回のうどんマップは北九州市戸畑区からスタートでございます。私がいるのは読谷公園といいまして、見てください、今の時期ですね、こうやって花菖蒲が見ごろを迎えているということで、来てみたらこの濃い紫と薄い紫、あと白、このグラデーションが何とも言えませんね。まあね、毎回私もこのうどん人をね探すっていうのが、はい、まあ戦いといいますか、うん、勝負ですね。早速うどん人探しと思ったら、おお、あ、おはようございます。すごい、皆さん何されてるんですかそれ。ザリガニを。ザリガニ釣り。ザリガニ、うどんマップの岡澤です。こんにちは。いつもありがとうございます。すごいですね、竿がいっぱいありますけど、今からレンジがいっぱい来てわーって来て、はい、ザリガニ釣りをします。ザリガニ釣り、これ何を餌に。サキイカしてください。そこでこれできますか。いるんですか。本当にいます。入れたらすぐ釣れます。お言葉に甘えてザリガニ釣り体験。あ、来たかも。来た。やったー、イエーイ。すごい。釣れた。わー、挟まれてる。後ろ、ここです。かわいい。ちょっと。いや釣れたはいいけど、ちょっとはい、なんか、はい、ドキドキしました。ちょっとさあ、釣り竿を返して本題へ。おどこですか。念之助さん。裏内海の。そっちはまだ2回目行ってないですね。あら、好きなんです。あ、よく行かれますか。なんかぶっかけ系が結構多いんですよね、メニュー。地鶏とキノコとか、ちょっと変わったお店とか、美味しいです。地鶏キノコ、めちゃくちゃ美味しそう。美味しいです。そしてここでタイミングよく、来た、ザリガニ釣りに来たぞ。おーい、みんなこんにちは。すごい。来た、すごいぞ。ちょっと。ありがとうみんな。ありがとうね。ありがとうねみんなね。うどんマップ見てくれてる人。おー、嬉しい。ありがとう。ザリガニ釣り楽しみにしてきた人。なんかちょっとだけなんか来てみたら楽しさわかるよみんな。めちゃくちゃ楽しい。じゃあ。アキラくんは今からうどんを食べに行ってきます。みんなはザリガニ釣り楽しんでね。何うどん行くの。地鶏とキノコのぶっかけうどん。ありがとう。行ってきます。うわ、これは絶対取材 OK もらわねば。行ってくるね。ありがとう。子供たちからの期待を一身に背負い、戸畑念之助に決定です。おすすめされたお店までは 1.2 キロの距離、20分ほど歩いて向かいます。ここですね、北九州パレスっていう施設があるんですけど、この中に実はお店が入ってるというね。施設の許可も取りつつ、ちょっとお店の許可をですね取ってきます。この面之助さんが美味しいというふうにお勧めいただきまして、取材 OK いただきました。 OK です。ここから入ってこっちです。この看板がね書いてありますよね。戸畑念之助、ここでございます。うどん念之助やってますね。よろしくお願いします。見てください、店内ね、もう広々としたゆったりスペースでございます。おー、まず出てくるのはこれですね、ぶっかけうどんとスープのうどんでこう分かれているような感じですね。で、あなこが名物なんですよ、ここで。これですね、
地鶏とキノコ、うわ言ってたやつこれだ。で結構これ以外にも珍しいメニューありまして、ツナマヨだったり明太マヨ、あとカツマヨで、あとこの下のですねトマトベーコンっていうものもあるんですよ。これ気になる創作メニューがたくさんありますが、やはり今回はおすすめしてもらった地鶏とキノコのぶっかけうどんを注文。ありがとうございます。キノコの冷やし、おそういうことですか、ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しそう。冷やしで頼んだんですけど湯気出てるんですよ。キノコと地鶏の炒めたやつかな。いやちょっと斬新ですね、初めてですねこういう系は。おいいですね。うわくー、このね改めてこの細麺ですよ、美味しそう、うん、細麺なんで喉越しが抜群なのと表面のツルツル感ももうすごいんですよ。ぶっかけだし自体もカツオとこの醤油の甘みっていうのが口いっぱいにねしっかりとこう広がってくれるんで、いや最高です。あとこの地鶏とキノコですね、このキノコも結構たっぷり入っててなめたけ、えのき、あとまいたけも結構細かく刻んで入ってますね。うわ、うん、キノコのちょっととろみもありつつのニンニクのパンチの良さっていうのもあるし、この地鶏のこう香ばしさも出つつの味のこの組み合わせ、うどんとの相性が本当に抜群ですね。なんかいい具合の掛け算してくれてるんですよね。何きっかけで生まれた？これはですね、はい、その大将が、はい、そういう感じが好きで、もう一個言ったらトマトベーコンぶっかけとか洋風、ね、アレンジが好き。そうなんだ、はい、確かにこの麺もちょっとこう細麺 で、ね、パスタっぽくいただけますから、うわ洋風アレンジすごいですね。あと気になったのが、はい、この壁際にあるこのユニフォーム、はい、これは一体何ですか？ですね、大将がスポーツも大好きなんですよ、はい、マラソンもするし、はい、トライアスロンもするし、はいはいはい、でまあうどん屋のチームとして、まあ、自分たちも参加してみんなでレースに出たり従業員の皆さんが一緒にチームで、そうですね、チーム戸畑面之助で出てるってことですよね、はい、うわすごい、どうですかうどんの方には活かされてますか？そうですね、みんなもう一致団結できるようになってます連携がなんかチームワークが生まれてる、ね、すごい連携生まれそうですもんね。もうあうんの呼吸でうどん提供できそうですもんね。あー完食しました、ごちそうさまです。このうどんくじで次の行き先を決めてください。一本お願いします。はい、さあ皆様、デデデ赤村、赤村遠いですね、遠いでございます。では次は赤村です。皆さん今日はどうもありがとうございました。お世話になりました。さあ長旅スタート。北九州パレス前からバスに乗って南小倉駅へ、電車を乗り継いで赤村を目指します。移動時間はおよそ2時間。さあ着きました、内田駅ですね。初めて降り立つであろう駅でございます。よし、じゃあ赤村に到着したところで次のうどん人を探したいと思います。山と川、豊かな大自然に囲まれた赤村、人口はおよそ2800人ということで、うどん人探しは苦戦必至かと思われたのですが、あ、こんにちは。うどんマップですか？うどんマップです。こんにちは。赤村の方ですか？そうです。あ、人を探してました。いや、今ですね、うどんマップの撮影で赤村に来たんですけど、ちょっとなかなか人が見当たらなくてですね。しかもうどん屋ないと思いますよ。本当ですか？だってうどん屋を探してるじゃないですか、いっぱい。もう行ってますか僕？この地域行ったらいいんじゃない？ああ本当ですか。なんでもこちらのお兄さん、赤村からちょっと離れた田川市なら
美味しいうどん店を知っているとのこと。新しい。マップで見た方がいいかな。めっちゃ気になりますそれ。冷たい。いいんですか。すいません。ありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございます。優しい。いえ、すいません。ありがとうございます。いただいてしまった。竹達さんですね。竹達さん。ほうほうほう。仕事と昼ご飯食べに行ったのかな。仕事中に。なんか若い兄ちゃんがなんか一人しょったのかな。へえ、若い方がされてる。まあ、行ってないとこ行ってほしいからです。やっぱり通なうどん人のこの新たな情報はめちゃくちゃ頼りになります。ありがとうございます。赤村到着後5分で出会ったお兄さん一押し竹達に決定です。早速内田駅に戻り、差し入れのコーヒーをありがたくいただきながら電車を待ちます。おすすめされたお店最寄りの下板駅までおよそ20分。そこから歩いて5分でお店に到着です。はいはいはい、あ、ここですね。ありますね、手打ちうどん竹達さんだ。名物はチキン南蛮丼と野菜たっぷり和風だしちゃんぽん。ほうほうほう。でも両サイドにはですね、なんかうどんと唐揚げも書いてあって、いろいろ気になることばっかりですね。よし、あれあれあれ、お、あれ閉まってる、あれあれちょっと待って、閉まってる。いやでもオープンって書いてありますよね。でもね、閉まってるんですよね、鍵が。ちょっと待って、なんということだこれは。こんにちは。あ、買いに来られたんですか。いや僕も来てみたんですけど、なんか中にお店の方いらっしゃらなくて。いつもこの時間ですか来られる。お、お店の方いつもいらっしゃるんですか。お、そうか。何を買った。あ、来た、来た。あ、あ、あ、こんにちは。お店の方ですか。はい、あ、どうも。すみません。こんにちは。あの、あ、あの、お客様です。あ、お客様です。あ、ちょっとお時間をかけて。あ、いいよ、いいよ。ですか。はい。あ、うどんマップというコーナーですいませんね、突然来てしまって。このお店が美味しいというふうにお勧め実はいただきまして。あ、美味しいですか。うまい、うまい。よかったらこの後取材をさせていただけないかなっていうお願いで。あ、どうぞ。あ、大丈夫ですか。本当に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。じゃあ今もう今からじゃあまた再開ってことですね。そうそう。あ、よかったです。なんかたまに買い物とか休憩とか、そういうことですね。ちょっと出てるので。そうですか、はい、ありがとうございます。というわけで取材 OK いただきました。ありがとうございます。やった。ここが唐揚げもやってるんですか。そうです。美味しいですか。美味しい。うどんも美味しい。うどんも美味しい。週3でここやね。ほんまい。お邪魔します。おー、すごい。わ、なんか確かに新しい感じがしますね。新しいけどなんかちょっとこうレトロ感もありっていう感じでね。お店の表側になんかね、いろいろこの唐揚げがいろいろ書いてあって、はい、あ、そうですね。これは一体。元は唐揚げ屋さんなんですよ。あ、あの、そうなんですね。内装はこんな感じじゃなかったんですよ。へぇ、シンプルにここだけが、はい、お持ち帰り用の。お持ち帰り用があって、あとはもう厨房みたいな感じで。で、そこからうどんが始まり、ね、両方やってるみたいな感じなんですね。はい、そうなんだ。いや、常連さんがね、すごい唐揚げも美味しいって、うどんも唐揚げも美味しいっておっしゃってたし、ねえ。こだわりの手打ち麺と自家製の秘伝のだし、さらに注文を受けてから作る揚げ物たちと、すべて一切の手抜きなし。そんな自慢の一品がこの後登場。バチバチ上がる音がもう最高に食欲そそりますね。うどんと唐揚げこの後いただきますんで、皆さんお楽しみに。
香川市に店を構える金賞唐揚げ手打ちうどん竹達。去年12月にオープン。その名の通り、うどんも唐揚げも自慢のお店。外の券売機で注文を選びます。いろいろありますね。南蛮丼とか、和風だしちゃんぽんですね、はい、金賞定食とか、まあ、そういうのをやらせてもらって。うわー、美味しそう。悩んだ末にあきらくんが選んだのは、具がてんこ盛りで人気ナンバーワンだという金賞うどん。こだわりの唐揚げも一緒にいただきます。うわ、来ました。美味しそうでございます。これが金賞うどんでございますね。ごぼ天、卵、お揚げに丸天にわかめがたっぷり入ってるという感じで。よし、あ、来た唐揚げ、ありがとうございます。うわ、来た唐揚げ、来ました。いいですね、カラッと揚がっておりますよね。え、うわ、この透明度綺麗。あー、美味しい。昆布のなんか香りと旨味が結構がっつり、がっつりいってますね。後味すっきりなんで、もうなんかどん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 こう飲みたくなるような。うんうん、柔らかくふっくらとほどけるような舌触り、手打ち麺と丁寧に取っているこの出汁っていうのが非常に相性抜群で、これはたまんないですね。揚げたてのごぼう天にもこだわりが。うん、うわ、おいしい。うわ、シャキシャキよりもなんかワンランク上のこのジャキジャキいく感じ、噛めば噛むほど出るこのごぼうの香ばしさとこの旨味ですよね。市販のやつではないんですよね。そうなんですか、はい、シークレットな方法で手に入れて。シークレットな方法で、濃いごぼうだと思うんですよ、ね、そしてほとんどのお客さんがうどんと一緒に注文するという唐揚げ。本当に揚げたて、大きい、すごっ。うわいや、もう口の中で弾けてましたもんね、肉汁が。本当に中がジューシーで、外がサクサクのカリッカリで、揚げたて最高です。そしてぜひ試してみてほしい唐揚げのうどんだしダイブ。うわ、おいしい。肉汁とだしが同時にこう流れ込んでくる感じはもう快感ですね。たまんない。この組み合わせも最高ですね。完食しました。ごちそうさまです。ありがとうございました。ではお願いします。はい。はい、そうですね、はい、さあどこでしょうか。あ、来ました。小竹町でございます。小竹は結構久しぶりに出ましたね。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。